目から鱗。北国新聞論説委員の野口剛さんとお伝えします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。野口さん、今日はどんな話題でしょうか。はい、石破総理大臣が誕生しましたですね、はい。決選投票に至る激戦の末に、自民党の総裁となり、今日の臨時国会で順当に選ばれました。難題は山積しているんですが、今私たち石川県民が望むことは、何といっても能登半島地震、それに続く豪雨からの復興に向けて力強いリーダーシップを発揮してほしいということですよね。そうですね。はい、そこで、今日のテーマはこちらです。石破首相誕生で、石川はどうなるということですね。はい、この石破新総理は、これまで防衛だったり、農業問題のエキスパートとして大臣も歴任してきましたよね。そうですね。今回の総裁選を通じて、人口減少で地方の衰退が進んでいることから、もう一度地方の可能性を引き出したいと、地方を重視する姿勢を鮮明にしました。総裁選の中でですね、新聞社の同僚が本人に聞いたところ、私は鳥取出身で、立候補した中で日本海側の候補は私だけなんだと、昔から、裏日本なんていう表現が大嫌いなので、日本海側の可能性を最大限生かしたいと言ってますよね。石川県との関わりでは、2014年に初代の地方創生担当大臣に就任したときに、文化の地方再生と、地方創生として、国立工芸館の金沢移転に、力を発揮しました。そうでしたね。国のこの施設をですね、地方に移すにはいろんなバリアがあってですね、難しいと言われているんですけれども、この時の文部科学大臣が現在の長谷博石川県知事と、この2人がこうタッグを組んでですね、移転が大きく前進したんですよね。本当に工芸館といえば、もう今では文化都市金沢の風情にしっかり馴染んでますもんね。本当にその通りですよね。では、1つ目の目から鱗いきましょう。能登、の複合災害手厚い支援素早くということですね。総理になって特に力を入れたい政策として、石破さんは迷わず防災ということを挙げてますよね。早速手腕が問われるのが、この能登半島地震の復興への取り組みですよね。そうですね。先の北国新聞の取材では、色紙にですね、ご覧のようにこう着々寸進、揚々万里という座右の銘を書いてですね、一歩ずつ前に進めば大海原のように未来が開けてくるという意味を添えて、能登復興へエールを送ってくれましたですね。岸田内閣では地震への対応として、予算の中からこの不測の事態が起きたときに比較的自由に使える予備費というものを充てて、合わせて6回、約6600億円を支出しました。月1回のペースで支出される異例の対応ということで、復興に向けた手厚い後ろ盾になったと思いますね。そうですね。ただこの石破さんもこれ受け継ぐ方針なんですよね。そうですね。ただ9月にですね、奥能登では記録的豪雨に見舞われて、まさにこの複合災害といったような状況ですね。とりわけその地震と水害で出たこの膨大なゴミを、どう処理するのかと、しかしこの災害が異なるためにですね、これ別々に、処理せざるを得ない、分別しなきゃいけない、地元の負担が大変大きいということです。こうした点を解決するために、もうトップのですね、迅速な判断というものも期待したいですよね。帰国も早くですね。長谷知事はですね、自民党総裁に決まった日に石破氏に電話をかけてですね、能登半島に足を運んでくださいと、お願いをして、石破さんは、いつ、入ったらいいか教えてほしいねと言ったそうですけどもね、2人の信頼関係も熱いようですね。そうなると能登の視察は早い段階で行われるかもしれないですね。そうですね、期待したいですが、はい、ではもう一ついきましょう。目から鱗です。新幹線の大阪開業、とにかく早くということで、新幹線ですか。はい、もうこの石破さんはですね、
鉄道オタクとしても大変有名で、そうみたいですね。まあ、何年か前に小松市を視察した時にはですね、小松駅近くの公園で、まあ、保存されているこのボンネット型のこの特急車両を見学して、まあ、あの運転席に乗って大変ご満悦だったそうですけれどね。そんなこともあったんですね。まあ、あの北陸新幹線を大阪まで伸ばすときに、まあ、従来の計画にある小浜ルートでは費用の増大や工事の大幅な遅れが見込まれていて、まあ、米原からのルートに変更する案が浮上しています。まあ、この問題も、まあ、石破さんもまあよくご存知ですね。まあ、とにかく早く整備しなくてはならないという認識を持っていらっしゃるようですよね。こちらも早くしていただけると嬉しいですね。はい。まあ、敦賀での乗り換えなどもネックになってですね、まあ、新幹線で関西から金沢に来るお客さんがもうかなり減ったという調査もあって、まあ、石川ではまあ早く大阪へこうつなげたいという思いが募りますよね。そうですね。まあ、県内に活力をもたらすという意味で被災地のまあ復興とまあ新幹線の延伸はまあリンクしているようにも思いますよね。もう地域活性化への石破新総理の手腕、期待したいですね。そうですね。さあ、そして今月末には解散総選挙が行われます。はい。まあ、場合によっては、まあ、政界の再編ということも予想されるだけに、まあ、政治の行方、私たちも真剣に見つめていきたいですよね。しっかり考えたいですね。野口さん、今日もありがとうございました。ありがとうございました。ここまで野口さんの目から鱗でした。